青野和人は、長野県出身のプロバスケットボール選手、コーチである。現役時代のポジションはガード。背番号は21、181センチメートル、75キログラム。東海大蔵高校から、京都産業大学を経て、1999年に、大日本印刷イーグルスに入団。しかし1シーズンで敗部。その後、クラブチームのグスペーブル。 ブロンコスクラブを経て2005年に BJ リーグに参加する埼玉ブロンコスに入団2007年をもって現役引退同じく引退したデイビッド・ベンワーヘッドコーチの元アシスタントコーチに就任2009年学生時代を過ごした京都から新規参入の京都ハンナリーズにベンワーヘッドと共にアシスタントコーチに就任 シーズン終盤に、ベンワーが休養した後は代行として、指揮を取る。シーズン終了後、正式に、ヘッドコーチに就任する。2011年、JBL のリンク栃木ブレックスアシスタントコーチに、就任。2012年3月12日、ブルース・パーマーヘッドコーチが、成績不振により解任されたためヘッドコーチ代行に、就任。 2013から14シーズン NBDL の大塚商会アルファーズのヘッドコーチに就任2016年の B リーグ発足に伴う B3 リーグ参入後も指揮を取り埼玉県越谷市にホームタウンが移転しプロクラブとなった2018から19シーズンに B2 リーグ昇格を達成2019から20シーズンも指揮を取った後 2020から21シーズンから、越谷の GM 兼アソシエートコーチに就任。ありがとうございます。